ルな明かりだったらいいですね。鶴巻巻なんじゃないかな。今回はニューマティッククラフトという完全に初見のモッドをやっていきます。 JEI とか見てもさっぱりだったからね、調べながらやろうね。まずはじめに鉄インゴットを爆破します。しょっぱなから物騒だな。でちょいちょいちょい、そんなところで爆破したら大丈夫です。この環境では爆発による地形破壊が無効化されているという記述を見かけます。何が無効化されてるって？ズビバゼンデジだー。てか、これって本気でまずいんじゃない？この下に埋まってるのってクエスト処理に関係した部分だよね。もしそれが壊されてたらクエストがクリアできなくなるかも。バックアップからやり直した方がいいよこれ。そう思ってバックアップを確認してみたんですけど、なぜか全然バックアップが取られてなくて、パート3あたりまで戻ってしまうんです。ということは、もし次のクエストがクリアできなくなったら、この企画はここで打ち切りです。あのさ、ヌアンバしよっとかのさ。ごめんなさい、熊本弁で最上位の怒りを示さないでー。仕方がないので、クリアできることを信じて進めます。まったくもう、鉄インゴットを爆破すると圧縮鉄になります。これが基本素材かな？そうです。かなり大量に要求されます。で、足りなくなるたびに TNT で爆破するのも面倒ですので、圧縮鉄を作れる機械を作ります。プレッシャーチャンバーウォールを作って、プレッシャーチューブを作って、プレッシャーチャンバーバルブを作って、プレッシャーチャンバーインターフェースを作りました。プレッシャー言ってるけど、このモッドは圧力がテーマなの？ニューマティックという単語自体空気圧という意味があるので、そうなんでしょう。それで、今からマルチブロックの機械を組み立てます。チャンバーバルブとインターフェースを側面に置く以外は、チャンバーウォールを使います。一辺3ブロックの立方体か。天井だけ、チャンバーガラスを使います。上から中が見えるようにってことね。ほい、これで完成、なのかな？だいたいマルチブロックの機械ってさ、完成したら見た目が変わったり、エフェクトが出たりするもんだけどね。何か間違ってるんでしょうか。特に間違ってるところはなさそうだったので、エアーコンプレッサーを作りました。これが空気圧を生み出すのかな？このモッドの機械は、これで生み出した空気圧で動くようです。エアーコンプレッサーで生み出した圧縮空気を機械に送り込むのがチューブです。あ、設置方向決まってるのか。これでよしっと。うまくつながったね。これでエアーコンプレッサーに燃料を入れればいいはずです。なんかさ、空気が漏れてる音がするんだけど。なんで？なんか設置のやり方が良くなかったようで、組み立て直したらそれっぽくなりました。いまいちなんで良くなかったのかわからないけどね。インターフェースから鉄を搬入します。間違って圧縮鉄入れてるじゃないですか。しかも取り出せないし、一旦破壊して置き直しました。インターフェースには入ってきたけど、そこから機械内部に輸送されないね。機械内部への輸送にも圧力が必要って書いてあります。一度に1スタック近く輸送しようとしたら、圧力が足りなくなっちゃうのかな。手動で内部に放り込んでも動くには動くので、今回は諦めましょう。次に行きます。リファイナリーを作りました。リファイナリーって言うと、原油を精錬するやつだっけ？です。肝心の原油は Amazon ドローンで購入します。損はいらないぞ。液体を取り扱う場合、タンクを登録しておけばそっちに入れてくれます。原油すらも取り扱っているネット販売ってすごいんだな。そうですね。リファイナリーですが、圧力に加えて熱も必要になります。熱を作るための装置がこれです。ボルテか。それ違うゲームです。サウンドボルテじゃなくてボルテックスチューブはリファイナリーの隣に置きます。設置の向きも決まっています。赤色の面をリファイナリーに向ける必要があります。熱い色の方をリファイナリーに向けてってことで一つ。ボルテックスチューブに対して圧縮空気を送り込むと熱を発生します。いや、完全に空気漏れてるけど。なんですと、エアーコンプレッサーの設置向きが逆でした。仕切り直して、ボルテックスチューブで熱を作ります。熱を作るというより、高温の部分と低温の部分に分けるって感じかな？赤い面が熱いってことでしょう。温度が100度 C になれば、原油の生成が行われます。99度 C で止まってるけど。一瞬100度 C になってるのか、生成はできてるみたいですけど、これじゃスピードが足らない。あ、そういえば忘れてましたけど、原油の生成を行うには、リファイナリーを2段縦に重ねる必要があります。生成したいものによっては、4段重ねないとダメなものもあるみたいだね。で、原油を生成すると、ディーゼルと LPG に分離します。なんかガソリンを作る時も比重でいろんな燃料に分かれるとかいう話だったな。うろ覚えにも程がある。温度問題なんですけど、溶岩を隣に設置すれば解決しちゃうみたいです。うおー、ぐーんと上がってる。ただし、ずっと設置してると溶岩が黒曜石に変わります。じゃあさ、ディスペンサーとタイマー回路で溶岩を出し入れしたら、永久期間の完成では？多分そうですね。今回は永久に利用するつもりはないので、やりませんが。分離した LPG を使って、プラスチックを作ります。そのために、サーモニューマティックプロセッシングプラントを作りました。サーモニューマティック。これも熱と圧力が必要なのかな？おっしゃる通りっす。LPG、石炭、圧力、熱の4つを加えて液体プラスチックができます。液体化、固める操作がさらに必要に。今までならこれくらいでクエストクリアでしたけど、やっぱり終盤、疲れてきました。一緒になんとか乗り切ろう。プラスチックミキサーを作りました。これが固めるやつね。こんな JEI をしています。そしてこれにも圧力と熱が必要です。電気と違って溜め込むことができないからな。辛いさんだね。赤、緑、青の染料も用意して、プラスチックを固めます。なぜに染料を？プラスチックには色をつけられるからですね。ふむふむ。黒を1つと、赤を5個、作ります。あとはシアンも。よし、ここまで来たら終盤戦です。頑張れ。プレッシャーチャンバーに、金とレッドストーンを投げ入れました。インターフェースが機能してくれないから、いちいち天井を開けないといけないね。その度に中に溜まってた圧力が逃げるので、とてももったいない。しばらくして、タービンブレードができました。それと圧縮鉄で、タービンローターです。黒のプラスチック、圧縮鉄、レッドストーンをチャンバーで処理して、トランジスタ。プラスチックの色を黒からシアンに変えて、キャパ下。緑プラスチックと圧縮鉄を処理して、エンプティ PCB を作りました。エンプティとな。充電みたいなことをする必要があります。充電みたいなって、なんぞや。なんでしょうね。アマゾンで PCB ブループリントを注文して、レッドストーンランプを作って、UV ライトボックスを作りました。紫外線か何かなのかな？なんかですね、エンプティ PCB に紫外線を当ててこうどうにかなってって書いてありました。とても曖昧だ。シゲル化には時間がかかるので他の作業をします。紫外線を当てることをシゲル化って呼ぶのはやめて差し上げろ。緑プラスチック、水バケツ、ゾンビ肉、クモの目、レッドストーンだったかな。これを混ぜ混ぜして、エッチングアシッドを作ったので設置します。材料からして絶対触りたくない液体だ。ここに、シゲル化が完了した PCB を投げ込みます。シゲルー！AE2 の要領で漬け込んだまま放置すると PCB が変化しました。アンアセンブルド。これまで作った材料を組み合わせてプリンテッドサーキットボード、そしてようやくプログラマーができました。大変だったね。さて、あとはこれがきちんと納品できるかです。うん、はそうだった。ここでダメなら打ち切りだった。お願いします。本当にお願いします。バイオマスの報酬がまた入ってるんだけど。回路に異常があったのは確実ですね。これはダメかも。クリアになった。よかった。ここで打ち切りにはならなさそうです。でも次のクエストもクリアできるかわからないよ。全くとんでもないことをしてくれちゃって。反省してます。もう変なことはしません。まあいいや。続けられることを願って、また次に進もう。了解です。では、今回はここまでです。また次回をお楽しみに。